ってもらうためジュエルパレスで修行を始めたんだ。毎回出される課題をクリアするのは本当もう大変。でもモモナ、このルビーが絶対に最高のレディにしてみせるからね。今日も元気にレディーゴー。 I wanna get chance, chance, chance on your love, love, love. 私を輝かせてくわいい。 I wanna get chance, on your love. You give me chance, この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。あれ、なんで私こんなところにいるんだっけ。しかもこんなポジャマ。おはよう、よく眠れたかな。あ、はい。エリアに来れ。レディモモナがあまりにも目を覚まさないから二人に手伝ってもらったの。ものすごい寝相だったよな。ああ、冗談だよ。なんだって。それよりなんで私ここに。レディジュエルの課題をもう忘れたの。ちゃんとやってるかな。ルビーが適当に連れてきちゃったことバレたりしてないかな。にしてもまさかレディジュエルからあんな課題が出るとはね。さて、本日も我らが親愛なるレディジュエルから課題が届きました。では発表いたしましょう。レディたるもの、星空の下でロマンチックな一夜を。ポイントはどこでどうやってロマンチックな一夜を過ごすかよね。うちの水木は古城のテラスから眺める星空。あー、きっと素敵だろうな。うちのカルンはまだ雪の残る山小屋でプリンスたちとめくるめく夜を過ごしているはずよ。で、ルビーのとこは？あ、うちのモモナはどこだったっけ。まあそれなりに頑張っているはず。その頑張りが空中回転しなければいいんだけどね。っていつの間に。大丈夫大丈夫、モモナは爆中するほど体操できないから。だからそれ嫌味なのに。相変わらず天然だわ。まあオタクの超個性的すぎるパートナーがうちのリリアンの足を引っ張らないでくれていることを祈るわ。え、モモナはリリアンと一緒なの？ええ。あとはプリンス候補のカイエンとロメオ。今頃南の島のコテージにいるはずよ。うわぁ、モモナ以外全員超優秀エリート候補生たち。その中に放り込まれたらかなりのプレッシャーね。よかった。そんな優秀な候補生たちと一緒なら安心。ルビーはメンターお休みってことで。何して過ごそう。そうね。カラオケ行っちゃおうよ。私はお勉強がありますから。そ
そんなこと言わないで行こうって。せっかくの休みだし、人数多い方が楽しいしね。えナイルは。ダメだダメ。じゃ失礼。もうルアったら行けず。リリアも向こうで頑張ってるんだもん。私も遊んでなんかいられない。頑張らなきゃ。ちょっと得した気分。さっきはなかなか起きなくてごめんね。すっかりレディジュエルの課題忘れちゃってて。いい、朝ごはん前に体操か。えらいね。私もやろうかな。ラジオ体操第2。おいちにおいちに。うっしょ。失礼。お疲れ様。お腹すいた。もうじきできるからお待ちくださいませ、レディーモモナ。ごめんなさい、私そういうつもりじゃなかったっていうか。いいよいいよ、そこを座ってて。いえ、私も手伝います。余計なことされると迷惑だ、座ってろ。やっぱりカイエンってすごい、料理姿も絵になる。口は相当悪いけど。こちらからリコッタパンケーキ、フレンチトースト、スクランブルエッグ、そしてエッグベネディクトでございます。うわすごい。カイエンにはこれを。何それ、紫芋？アサイーボールだよ。アサリ？アサイーよ。ヤシ科の植物でポリフェノールが豊富に含まれているの。さすがリリアン、よく知ってる。とにかくヘルシーってことだね。食べたことねえなら。あ、ほれ。うん、大人の味。レディーたるもの、星空の下でロマンチックな一夜をか。今回の課題どう思う？さあな、俺は南の島を満喫するさ。しかも今回は